10月10日、オランダ大使館で、オランダオリンピック委員会スポーツ連合、そして日本スポーツ振興センター JSC と連携して行うゲームチェンジャープロジェクトの調印式が行われました。このプロジェクトは参加自治体が JSC のサポートを受け、パラスポーツ先進国オランダの取り組みを学び、それぞれの地域でパラスポーツの普及発展に役立てようとする取り組みです。またプロジェクト名のゲームチェンジャーは、社会の枠組みや考え方を変えるの意味で、パラスポーツの普及を通して誰もがよりよく社会に参加できる共生社会の実現を目指すというプロジェクトの最終的な目標を示しています。 The agreement is about exchange of experiences in Paralympic sports. What to do, what works, and how to promote it, how to make it effective, and how to involve more and more people in Paralympics in Japan as well as in the Netherlands.Paralympic and Olympic athletes have the power to inspire and excite the world. Let us work together to use the power and inspiration of the Games and to make Tokyo 2020 a real game changer for people with an impairment. And let us start today by signing this memorandum of understanding. Thank you. 本プロジェクトがスポーツを通じた地域における社会課題への挑戦のモデルとなり、ジャパンスポーツネットワークを通じて我が国の地域スポーツ政策のイノベーションを促進することにより、2020年のレガシーとしてより良い社会の変化を生み出す一助になればと思っております。今回プロジェクトに参加する自治体は江戸川区のほか、足立区と西東京市の合わせて3つの自治体です。今後オランダからアスリートやコーチの派遣、さまざまな講習の実施などの協力を得て、パラスポーツの普及と発展を目指します。私もパラスポーツには社会を変える力があると信じております。東京2020年大会が迫り、パラスポーツの機運が高まっている今こそ、障害者への理解を深め、また障害者がスポーツできる機会を創出していくチャンスであると思っております。また本区は今年7月、国からオランダのホストタウンとしての登録をいただきました。そこでオランダとは本プロジェクトを通して連携強化を図っていくだけでなく、文化や教育などさまざまな分野での相互交流を進め、将来にわたってより良い関係を構築していきたいと考えているところであります。開始にあたりまして、本プロジェクトの成功を記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。誠に今日はありがとうございます。また調印式には車いすテニスのパラリンピック金メダリスト、フェルヘール選手も参加しました。I could play sports close by my house with people surrounded that knew what to do and knew how to help me was key to my success. So I really, really, really hope that this is the start of maybe a better future, a healthier cities, a more inclusive society. このプロジェクトを通じて、区民みんなで区内のパラスポーツを盛り上げ、誰もがスポーツを楽しめる街づくりをさらに進めていきたいですね。